こんにちは、あっさんです。今回もホームセンターの軽トラを借りて資材を買ってきました。今回の作業する場所は1階の台所と和室の間でもともとこのように戸棚がいっぱいあった洋間、ここの床、それと天井と壁の作業に取り掛かりたいと思います。まずはこの WZ ピンを取り付けていきます。この上に断熱材スタイロフォームをカッターでカットして、根太と根太の間にぎゅうぎゅうに敷き詰めていきます。スタイロフォームと根太の隙間を塞ぐために気密テープで根太とスタイロフォームに貼り付けていきます。床材ラワン合板をカットして敷き詰めました。その下には気密シートを敷いていて、はみ出た部分をカットしています。木と木が当たる床なりを防ぐためにマイナスドライバーを使って床材に少し隙間を空けています。墨壺、この中に墨汁と糸が入っていて、点と点を糸で貼り、このようにパチンと弾くことによってまっすぐ線が引けます。この線をたどって根太の通っている位置にビスを打ち込んでいきます。これで床完成です。次に天井に取り掛かります。ロックウールやグラスウールを天井の縁に留めていきます。ロックウールやグラスウールの耳が隣の耳と重なるようにしてホッチキスのようなタッカーで留めていきます。こういう細い隙間に入れる断熱材は反発力のあるロックウールが入れやすいです。ここでまだ天井の断熱材が全て引き終わってないのに石膏ボードと思われると思います。また2枚だけ天井に石膏ボードを貼って、次は壁と思われると思います。時間がなくて先にこの壁を作る必要があったのですが、実はこの作業、夕方なんですけれども、明日の朝9時にエアコンの設置工事があるんです。通常でしたら石膏ボードの後に壁紙も貼って、その後にエアコン設置するんですけれども、ここ甲府市、やはり夜寒いんです。なので後から壁紙を貼るようにします。暖かさ優先です。壁面は天井の石膏ボードと厚みが違って12ミリ、約14キロあります。この場所に1階のエアコンが設置されることになります。場所が変わって2階の洋間です。ここにもエアコンをつけてもらうので急いでいます。ここも壁紙は後から貼ることになります。やはり寝る時に電気ストーブだけでは寝にくいですし、朝布団から出れないのでエアコンがつくのが本当に待ち遠しかったです。ちなみに今ついてるエアコンは壊れてます。断熱材を貼るだけで少し温かみがあるような気になります。なんとか間に合って1階のエアコンを設置してもらいました。2階のエアコンも設置してもらいました。これで暖かく作業できるかなと思ったら、電気のアンペアを30から40に変えてもらってる最中で、この 200V のエアコンはまだ使えないっていうことなんですよね。残念です。でも2階のエアコンは使えますけどね。このように隙間にぎゅうぎゅうにロックウールを詰めていってます。この部分で1階の断熱材は全て貼り付けたことになります。最後に天井の石膏ボードを貼り付けていきます。これが貼れると隣の部屋と合わさるので大きな一部屋になります。難しいのはダウンライトを設置したので、その穴あけの位置をきっちりしないといけません。天井の石膏ボードは最後の1枚を貼り終えずに疲れ果てて終了しました。断念した理由がこれらの動画です。次回は1階の2部屋を完成させたいと思います。ではまた。